こうやって集まるのは久しぶりだな、みんな。イソブ。うん。ソン。うん。サイケン。はい。リュウギ、大筒木たちにやられた傷はもういいのか？へへ、バッチリよ。ここはわしら美獣の深層心理がつながった精神の世界だ。望めばいつでも会えるだろうがよ。まあそうなんだけどよ。けどここに出てこねえ奴らもちらほらいるみてえだぜ。ああ、またたび国王長明、あいつらにはパスって言われちまった。俺様たち美獣は気ままに暮らすのが性に合ってっからな。今さら人間に保護されるだの言われてもすぐ素直に聞きようのやつは助けないやよ。いくら大筒木の狙いから僕たちを守るためと言われてもですね。やっぱそうか。まあおめえがどうしてもっつうなら別だがな、ナルト。俺様たちはみんなおめえには恩があるようなもんだ。ありがとうよ、みんな。ところで一味のやつはどうした？おめえと一緒にいるんじゃなかったのか？まあそれなんだかよ。決まってんだろ、恥ずかしくて出てこられねえのさ。今のなりをみんなにからかわれるのが分かってるからな。キツネの野郎、調子に乗りやがって。見てろ、絶対ギャグンと言わせてやるからな。